な感じでね、はい、こんな感じでございます。じゃあ皆さん、じゃあとりあえず乾杯ということでですね、はい、を乾かすと書いて乾杯だからね、乾杯龍二です。まだ2本目なんですけど、ね、結構ね来てますね。1本目の料理がちょっと美味しすぎて、ちょっと飲みすぎてしまったという、3時間飲みすぎてしまったというのはあるんですけども、今回はですね、レンジ料理、困った時のレンジ料理ですね。満身創痍でも作れるレンジ料理、しかもですね、今回低糖質、名前なんだっけ、調べるね今ね、レンジ半熟チーズ卵とじ、これがですね、もうね、まずうまいと、酔っ払っててもできるっていう。今回はレンジでパパッと僕が最大限に飲めるチーズ半熟卵とじを作ってます。リュウジのバズレシピ、いいですか、超簡単ですのでね、これね。じゃあまずですね、お水で 70cc 入れます。はい、これね、小さじ2弱、あ、小さじ2半って書いてありますね。シラフの自分を信じましょう。小さじ2入れます。これを入れて軽く溶くわけですね。だんだん思い出してきた、だんだん記憶が蘇ってきた。はい、これね、軽く溶いてね入れるんですよ。この状態で600ワット2分加熱して、ちょっとね半熟に仕上げていきます。グリーンラベル、これね俺最近好き、これグリーンラベル、この間ね、お願いランキングの企画で初めて飲んだんだけど、うまい。糖質 70% オフだよ。太んないこれ。飲みやすいんだよねこれね。今回低糖質レシピですから、これ皆さんね、チーズと卵って低糖質なんですよこれ。チーズと卵って皆さん好きじゃないですか。チーズ、あ、そんなこと言ってる。できた。こんな感じでね、固まりました。でもう一個割っていきます。はい。で軽く溶くのがポイントです。このね、白身と黄身のね、コントラストを楽しむっていう料理なんですよこれ。思い出しましたけど、軽く溶いた卵をこんな感じで入れていきます。はい、こんな感じでね、はい、35g って書いてあったので 35g 入れていきます。はい、まあまあいいんだよ、こまげるからね。1分20秒かけます。はい、ということで1分20秒の姿がこちらになります。お、うまそうにできてるじゃないですか。すくってあげて、そうすくってあげて、このままですね、お皿に盛りましょう。こんな感じでございます。この半熟の卵の和風スープみたいなところがね、非常に良いところがあるので、黒胡椒、少しパセリ、半熟チーズ卵蒸しの、はい、それではできましたので早速食べていきたいと思います。じゃあ、いただきます。あー、これ絶対合うな。いただきます。わお、うまいな。白だしと卵ってなんでこんな合うんでしょうかね。しかもそこにチーズが加わってもう最強に見える。幸せです。低糖質って魔法の言葉だからね。生きてる。この2段階で温めたことにより、プルッと固まってるところとトロッと固まってるところが、味のコントラストがねできてくるますよね。あー、いいね。スープ代わりにもなるし、スープ代わりといってもタンパク質は非常によく取れるものになるので、夜食とかにいいかもしれないですねこれね。うん、カロリーの低いものとか糖質の低いものってあるじゃないですか。カロリーの低いものっていうのはカロリーの高いものを食べるために存在してるんですよ。なので、カロリーの低いものを食べたら、その分だけカロリーの高いものを食べましょう。カロリーの高いものを食べたらカロリーの低いものを食べて、カロリーの低いものを食べたらカロリーの高いものを食べたら、
そんなことをやってたらね、皆さん好きなもん食えるんですよ。魔法じゃないですか。ぜひその合間に使ってほしいと。好きなもん食べずに何が人生かと。ダイエットに振り回される人生もやめましょう。自分でコントロールして好きなもん食べましょう。皆さんぜひ好き勝手なもんを食べましょう。僕がシラフの時に書いたレシピを今見てます。はい、やっぱあいつは仕事できるね。うん、こういうのをちゃんと残すからね。はい。